今日はですね、梅干しと鰹節の炊き込みご飯を作りたいと思います。やっていきます。まずは昆布茶小さじ1杯、あとわさびって書いてありました。わさび結構入れていいみたい、2ミリぐらい、こんぐらい混ぜます。はい、そしたら真ん中に2つ梅干しを置いてスタート。はい、完成しました。ちょっとついた。はい、じゃあいただきます。さっぱりしてて美味しい。